それでは、準備を始めましょう。オッケー。で、何を用意すればいいのかしら。今回船長の行くことになる惑星は、ガスジャイアントというタイプの星なのですが、そこでは、今までの惑星とは比べ物にならない強さの重力が発生していて大変危険なのです。どのくらいなの？まともに歩くのが困難で、1分も経てば圧死するぐらいです。うひゃあ。めちゃくちゃに危ないじゃない。でも、そんなのどうやって対策するの？前回と違い、超重力を無効化するオーグメントは存在せず、PPP もまた同様です。ですので、船長には重力耐性のある新しいアーマーを作ってもらう必要があります。どの装備にあるのかしら。検索できるかしら。お。いくつか出てきたわね。どれがいいのかしら。リバイアさんシリーズなんてどうでしょう。攻撃系アビリティはないですが、防御力が高いので傷つきにくくなりますよ。なるほど、確かに。私の今の装備は攻撃重視だから、防御重視のやつを作ってもいいかも。でも、リバイアさん装備を作るには、その強化前の装備も必要みたい。これが種の装備ね。材料は、カンバスって何かしら。太めの糸で織られた布生地で、絵画などを描くときに使うあれです。コットンの毛糸で作ることができますが、持ってますか？どうだったかしら。あった。けど、毛糸じゃないわね。旗織り機で毛糸にしましょう。7つ作れたわ。これで足りるかしら。カンバスを作るには毛糸が3つ必要ですので、合計2つ作ることができるようですね。防具を作るのに必要な数はいくつだったっけ？確か、27個でした。27個。はい。頭が6、胴が12、足が9です。で、今作れたのは2つ。これの10倍必要なのに。そうだわ。確か、コットンの種があったわよね。それを育てれば、でも、そもそも私農業やったことないし。いえ、ちょうどいい機会です。農業のことについて学びましょう。でも、農業って時間がかからない？船長、農業イコール時間がかかる、というのはもう古い考えですよ。今の時代、そんなことは科学の力でどうとでもなります。というわけですので、善は急げです。早速コットン栽培の準備をしましょう。わかったわ。で、何を準備すればいいの？まず、リサーチメニューから農業の項目をリサーチしましょう。あったわ、これね。リサーチ。よし、これで次はどうしたらいいかしら。このまま農業のリサーチをすべて終えたいのですが、アイテムが必要ですので、それを作りましょう。どんなアイテムなの？グローイングトレイ。今から私たちがやろうとしているトレイ栽培の基本形です。トレイ栽培？はい。高地ではなく、作ったトレイ上で作物を育てる栽培法です。え、それって普通に育てるのとどう違うの？全然違います。これについてはまた後ほど説明しますので、今はとりあえずリサーチを済ませることを考えてください。わかったわ。よし、2段階目に来たわ。今度もまた何か必要なのかしら。はい。ヒートランプトレイ。先ほどのグローイングトレイの強化版です。電力の力を借りることで、植物の成長速度を上げることができます。成長速度を上げる、1W の消費電力で3倍ですから、すごいですよね。ここが普通の農業と違う部分の一つです。一つってことは、まだあるってこと？ふふ。どうでしょうかね、気になる。ささっと作って、最後のリサーチまで済ませちゃうわよ。オッケー。農業のリサーチ、最初から最後まで全部完了っと。そうしたら、今回使っていくメイン機械の登場です。と、その前に、通常の農業についても少しはやっておきましょう。わかったわ。土を敷き、いい感じのバルコニーがあるから、ここに置いちゃおっと。その土を耕し、トン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 。水で潤し、キョロキョロ。種を植えれば、完成です。意外と簡単だわね。ですよね。そうしたら、今回のメインの登場です。ハイドロトレイ。トレイ栽培器具の頂点です。消費電力 4W で、植物の成長スピードを6倍します。6倍。やりすぎじゃないの？これでもすごいのですが、ここからさらに強化できるのが、トレイ栽培の魅力なのです。作ったら、トレイの中身を見てみましょう。なんだか特殊ならんね。
構造を説明すると、上のスロットは左から順に植物の種、水分、肥料を入れるところで、下は収穫できたものが自動的に溜まっていくスロットです。そして、ここにこのトレイ栽培法の魅力が詰まっています。どういうこと？まず一つ目。種をいちいち植え直す必要がありません。コットンなど、普通に植えても種を巻き直す必要のない植物もあります。しかし、人参やジャガイモの根菜などは、収穫してもう一回育てたい場合はまた種を巻く必要があります。ですがトレイの場合、収穫した時に取得した種を自動でまた使ってくれるため、そういった作業をせずに済むのですよ。わあ、すごいわね。それに加え、水分となる液体をセットすることによってトレイ内を潤すので、液体があるうちは水やりも不要です。なるほど。でも、もうそれくらいでしょ。いいえ。トレイ栽培をするなら、肥料の存在を忘れてはいけません。適切に処理された肥料は、作物の生産量を増やすことすら可能です。すごいわね。これならコットンもすぐに集まりそう？では、コットンを植えて、育つのを待つことにしましょう。さて、どれくらいできたかしら。トレイの中身を覗いてみましょう。165個も。いつの間にこんなに。普通の畑では数個しか取れなかったのに。驚きだわ。船長がトレイにて使っている液体と肥料のおかげでしょう。オーガニックスープと、これは確か、アドバンスドファーティライザー、って言ったかしら。暇だったからリサーチして作ったの。なるほどです。何はともあれ、これでようやく準備ができますね。ほんと、やっとよ。でも、農業は今後も役に立ちそうね。はい。暇がある時に畑のスペースを作るのがいいと思いますよ。というわけで、装備を作りましょう。難しい素材はもうないから、すぐ作っちゃうわ。強化も一気に。よし、完成。なんだかもうすごい達成感があるわ。それはまだこれからですから。見た目はこんな感じ。スマートな感じだけど、ヘルメットの主張が激しい装備ね。これでようやくガスジェイアントに行くことができますね。よし、探索に行くわよ。サリー、ナビお願いしていいかしら。了解です。向かいましょう。ガスジェイアントは文字通り惑星の構成物のほとんどが気体です。たまに小島のようなものがありますが、基本的に足場はないと思ってください。ひ。想像したくないわね。目的地に到着しました。ああ、このよく見る丸い星のことだったのね。ここに行く日が来るなんて。では、お気をつけて。レッツゴー。うわお。なんにもないわ。生命体の反応は微小。未開の地であることは間違いありません。これ、どうしたらいいのかしら。船長。私は目を覆っているので、その間に飛び降りてください。そんな無茶な。あ、そうだわ。傘を使えばいいのね。アイキャン、フライ。傘を強化しておいてよかったわ。痛い、どうなってるの。船長、どうかしましたか。正体不明のダメージを受けてるの。なるほど。それはおそらく、船長の周りの気体、カリジノースガス、のせいでしょう。その光を吸収する性質からシャドウガスなどとも呼ばれていて、とても有毒です。どうしたらいいの？このままダメージを食らい続けて探索しないといけないのかしら。どんどん下に降りていきましょう。ガスジェイアントでは層によって存在する気体の種類が変わります。そのうち安全なところに抜けれますよ。なるほど。それなら安心ね。ああ、よかった。有毒ガス気体は抜けれたみたい。今の層の気体は何なのかしら。大きめの島がありますね。そこで採取してみましょうか。どうやら、ここの気体は窒素のようです。窒素ねー。拠点にいっぱいあるのよね。普通に手に入れやすいですからね。さあ、こんなところで止まってられない。どんどん降りてくわ。あれ？うわわわ、お化けが私を吸ってる。月にもこんなのがいましたね。
そういえばそうね。まったく、私に何の恨みがあるっていうのよ。島の材質が違いますね。これは黒曜石のようです。黒曜石はナイターの株を作るのに必要なのよね。少し取っておこっと。今何か見慣れないものを取ったかしら。何この鉱石。見たことない。なんと、それはデンシニウムではありませんか。デンシニウム。最も密度の高い金属で、限られた環境にしか存在しない、非常に貴重な資源です。これを扱うには高度な技術が必要ですが、加工できれば凄まじく革新的な材料となります。すごい鉱石ね。ガスギアンとは電子ニウムの存在する惑星の中の一つですが、見ての通りの環境なので、まとまった数を集めるのは難しいでしょう。なるほど。で、これ以上下がれないんだけど、どうやら惑星の奥底にまで到達してしまったみたいですね。さっき取ってみたら、ここの気体はヘリウム3っていうのだったわ。ヘリウムの同位体ですね。核融合炉での燃料として使えます。ってことは、無限の燃料。そうですね。フラッグを立てた方がいいのですが。無理ね。完全にはまっちゃったわ。仕方がありません。回収しますので、違うところを探索しましょう。着きました。よし、向かうわよ。やっぱり殺風景なところね。目当てのものがこの惑星にあるといいですね。ジャンプ。船長、傘。バサ。って、なんだか液体の中にいるみたい。バイオ渦があったようですね。ふう、助かった。液体もあるのね、この惑星。またあのお化けだわ。左には逃げれないようですね。ちょっと。どうにでもなれだわ。ふう、危なかった。間一髪でしたね。うわあ、船長、傘。ふう、突然液体のところから気体になったりしないでほしいわ。ところで、ここの層は何の気体かしら。確かめたいところですが、島が見つかりませんね。あれ、ここ落ちないわね。液体なのかしら。もしかすると。おお、これじゃない?やっとメタリックハイドロゲン、金属水素が見つかりましたね。すごく長い道のりだったわ。でも、これで目当ての武器が作れるのね。おめでとうございます。よし、帰るわよ。ただいま。よし、早速作っちゃうわよ。モーファイト、金属水素はあるので、あとはフォーカシングアレイを作るだけですね。よし、最後。完成。豪快な武器、すごく強そうね。連射力がとても高いですね。電気属性ですので、敵の動きを止めて戦えるかもしれません。さて、そろそろアーティファクトについて、エクターさんと話しときかしら。良い頃合いかもしれませんね。準備をちゃんとしてから、報告に行くとするわ。了解です。あ、ヌル殿、やっと捕まえたでござる。あ、魚頭、また私を眠らせる気でいるでしょ。それに関しては非常に申し訳ないと思っているでござる。あたし、帰る。待ってほしいでござる。今回はちゃんとヌル殿も興味ありそうなロアを選んできたでござるから。本当に。本当でござる。嘘ついたら刺身にするけど。それは勘弁でござる。ほらヌル殿。肉は好きでござるか。お肉?当たり前じゃない。魚頭はあたしをなんだと思ってるの。フローランでござるからね。わかっているでござるよ。今回のロアは、そんな肉がたくさんある惑星について書かれているのでござる。お肉の惑星、そんなのあるの?肉をよく食べる人には夢のような場所でござるが、この記録によると、どうやら、かなり過酷な環境のようでござる。過酷?お肉のモンスターがいるとか、それなら私は大丈夫よ。いえ、どうもそういった問題ではなく、環境について、ひどい悪臭がするらしいのでござる。匂い?お肉のかな?
文章には悪臭と書かれているでござるから、きっといい匂いではないでござる。それも生物を狂わせるほどの悪臭のようでござるよ。生き物を狂わすほどの匂い。この肉の惑星、アトロプスっていうでござるが、この文章にある通り、解明されておらず文献が非常に少ないのでござるよ。そういう意味では、このデータボックスは非常に貴重で、そもそも、お肉の話聞いてたら、お腹空いちゃった。狩りに行って、美味しいお肉を食べてこようっと。という熱意、執念が伝わってくるでござる。このデータを残した人がどんな方だったかはわからないでござるが、とても素晴らしい研究の姿勢だと。あれ、ヌル殿がいないでござる。もしかしたら、またやってしまったでござるか。どんな内容ならヌル殿は最後まで話を聞いてくれるでござるのか。次ヌル殿を見つけるまでに、答えを見つけ出せるでござるか。